ドルヤで発見されたボリスの石のうちの一つ、現在ポラツクに設置されている。ボリスの石の一つ、ボリスの石とは、ポロック校、ボリスの命令によって作られた十字架と名分の刻まれた巨歴である。これらの石はソビエト連邦時代の宗教闘争の時期に徹底的に破壊された。現在は数個が残っている。ボリスの石には、 名文と十字架が刻まれ、西ビナ長流域に置かれていた。石の大きさは数メートルに及び、名文は通常、神の、僕、銀ビルの子ボリス、主の炎上という文を含んでいる。その役割はあまり明確には解明されていない。一説では、交易路の進路を示したものであるとみなされている。また別の説では、早期の異教の神殿に置かれた。 神聖な石であったが、ルーシがキリスト教を消した際に十字架や名文が刻まれたとしている。現在、ボリスの石は数個が現存している。そのうちの一つは、ベラルーシのドルヤにあったものであるが、ソビエト時代に二つにはあられ、2011年に西ドビナ川岸の中央広場に運ばれた。ポラックから5キロメートルの位置にあるポドコステリツで発見された周囲8メートルの石は、 1981年にポラツクに運ばれ、聖ソフィア大聖堂の隣に設置されている。また、スリボリの十字架、スブヤトポルク・アレクサンドルと刻まれた二つの石が、西ドビナ川の水路にあることが知られている。ボルシャ付近には、いわゆるログボロドの石と呼ばれる石があったが、19世紀末にモスクワへ運ばれ、現在はコローメンスコへの博物館に設置されている。 ミンスク州の亀ノには、ボロチン春の十字架と呼ばれる石がある。ありがとうございます。